どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。皆さん明けましておめでとうございます。2021年もですね、このチャンネルぜひねよろしくお願いいたします。ということで2021年一発目の動画ですね。今ですねマリオットボムホテルのアロフト東京銀座のですねフラッシュセールというのがね行われておりまして、プロモーションコードをね入れるセールっていう風になっているわけなんですけども、こちらねかなりねお得に利用することができますので、こちらね解説していきたいという風に思います。マリオットボムホテルね、ステータスマッチ後のね15泊控えている方、またはですね普通にアロフト東京銀座ね宿泊してみたいっていう方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。でですね、今回のセールの概要なんですけども、予約期間については1月の5日までっていうふうになっておりまして、宿泊期間はですね1月の12日から4月の27日までっていうふうになっております。こちらねプロモーションコードについては LPR を入力するとこのプランがね出てくるっていった形になっておりまして、このね入力方法はねちょっと後でね解説させていただきたいなというふうに思います。でですね、価格に関してなんですけども、私がね検索した結果だとですねこんな感じになっておりまして、サービス料税込みで 12,705 円でね宿泊することができるっていった形になっております。またですねこのプロモーションコードね LPR を入力して出てくるわけなんですけども、朝食もね無料なんですよね。これすごいですよね。ですので SP ジャーメックスね保有されている方でゴールドステータスの方がですね宿泊した場合でもですね朝食ね利用することができるという風になっておりますんで、かなりねおすすめっていう風になっております。でですね、どのぐらい安いのかっていう話なんですけども、これねマリオットボンボイの会員料金をね1月から3月までにざっとね検索させていただいた結果がこんな感じになっておりまして、まあ、表示価格はね2万と700円ということでちょっと高いなっていう感じなんですけども、これはですね税金とかサービス料がね含まれてないっていう形になっておりますんで、これね税込みサービス料込みにするとですねだいたい1泊2万5000円ぐらいねするわけなんですよね。ですので今回のねプロモーションコードねLPR を入れていただくとサービス料税込みでね 12,705 円でね宿泊することができるんですよね。これだけでねかなりお得だなっていうふうに思うんですよね、まあ、場所はね東京の銀座ですし、またね朝食もねついているプランっていう風になりますからね。ですけども今回の動画ねこれだけでは終わらないんですよね。先日ですね私の動画のコミュニティ欄っていうところで発信だけねさせていただいたんですけども、マリオットボムホテルは今ねバウチャーっていうのが販売されておりまして、こちらね1回終わったんですけども延長されたっていう感じになっておりまして、またねアルフト東京銀座に関しては1回売り切れたんですよね。ですけどまたね再開しているっていった形になっておりますんで、こちらね購入すればさらにねお得に宿泊することができるっていった感じになっております。アルト東京銀座のバウチャーはですね8000円で1万円分のねバウチャーが購入できるっていった形になっておりますんで、 20% オフでね購入することができます。今回のセールの LPR のプランはサービス料税込みでね 12,705 円でね利用することができますので、もし仮にですねこのバウチャーを購入するとですね8000円で1万円分がね購入することができますので、8000円の支払いと端数のね2705円をね支払いすれば宿泊することができますので、1泊ね1万と705円でね宿泊することができるんですよね。東京の銀座のマリオット系ホテルに宿泊できて朝食までついて1万と705円ですからね、破格だなっていうふうに個人的には思います。またねこのバウチャーの注意事項なんですけども、公式サイトね概要欄に載せておりますので、そこからね購入することができるんですけども、有効期限については2021年の6月30日までっていう風になっておりますので、この点をね注意していただきたいのと、またねこのバウチャーに関しては申し込みをしてね購入するっていった形になるんですけども、これ申し込みしたらですねキャンセルできないっていう風になりますので、この点をね注意してから利用していただければなというふうに思います。それでは次にですねプロモーションコードの、ね、入力方法なんですけども、こちらね公式サイトになっておりまして、まあ、目的地日程とかね宿泊人数特別料金というのがね並んでると思うんですけども、この特別料金のところをですね
一回ねクリックしていただくと法人プロモーションコードセット番号っていうのがね出てくると思いますので、こちらをね入力していただくとですね、下にねコードを入力する項目がね出てきますんで、ここに LPR ってね入力していただくと今回のねプランが出てくるっていった形になっておりますんで、まあ、こんな感じでね検索していただければなというふうに思います。それでは次にですね、マリオットボンボンホテルの予約に関してはポイントサイト等々をね経由して予約するとですね、ポイント還元がね受けられるっていった形になっているんですけども、まあ、今回のねプランに関しては、まあ、特別料金ということで基本ねポイントサイトなんで還元がね受けられないっていう感じになるんですけども、楽天がね運営するポイントサイト楽天リーベイツだったり、海外のねキャッシュバックサイトトップキャッシュバックだとですね、こういうプランでもね還元が受けられることが多いっていった形になっておりますんで、まあもしかしたらねもらえないかもしれないんですけども、まあ、予約する方はですねこちらね経由していただければ、まあ、もしね還元受けれたらその分ね割引みたいな感じになりますんで、ぜひねこちら経由してですね予約していただければなというふうに思います。もしねちょっとめんどくさいっていう方はですね公式サイトね概要欄に載せておきますんで、そこからね予約していただければなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねアロフト東京銀座のフラッシュセールについてね解説させていただきましたけども、ちょっとね今 GoTo トラベルがね利用できればいいので、まあこれね利用できればね本当に最高なんですけども、まあ今はね停止中ということで、まあ、残念ではねあるわけなんですけども、1万円ぐらいでね宿泊できるっていう風になりますんで、まあ、かなりねお得なのではないのかなという風に思います。マリオットのねステータスマッチとかねされている方で、まあ、15泊とかね長期間でね宿泊される方はですね、もっとね安いホテルね、マリトモブホテルねあるわけなんですけども、やっぱりね行くのがね大変っていう風になりますんで、もしね東京都内でね利用されたいっていう方はですね、ぜひね検討してみていただきたいなという風に思います。またですねもしね行ってみたいっていう方はですね、1月5日までっていう風になりますんで、もうねあと数日ぐらいしかありませんので、ぜひね早めに決断していただければなという風に思います。でですね、今回のアロフト東京銀座のですねプロモーションコードの LPR ね入力するとプランの予約詳細にですね利用資格の提示が必要っていうね文言がね出てくるんですよね。まあ、この LPR のねプロモーションコードを入力するとこれね結構出てくることが多いんですけども、まあ、今回のねアロフト東京銀座のプランに関してはですね、ホテルね確認させていただきましたところ、誰でもね利用することができるプランっていう風になりますんで、まあ、この点はね安心して利用してみていただけたらなっていう風に思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が気に入った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。2021年もよろしくお願いします。